第1回ショータイムスキンズマッチ、ワンウェイゴルフクラブに来ております。スキンズマッチということで、まあ、各ホールに設定された賞金を取り合っていくという感じの、また3匹の菅田動物園の方からいただきました。ありがとうございます。1番から1人勝ちしたら賞金をもらえるっていうシステムで、誰か2人が同じスコアだったら次のホールに持ち越して、どんどん持ち越してっていう感じで、3センチ右からドロー、110ヤード3センチ右、あの杉の3センチ右からドローだよ。俺が見本見してやったから見てろよ。分かった分かった。完璧じゃん。ストレートだな。ストレートだ。この辺だな。あ、完璧？あれどうなの？完璧。え？あれ完璧？完璧。あんまカメラ触りたくねえけど、ショータイムのためなら触れる。なんでカメラ触りたくないの？重いから。こういうなんか筋肉を使うような動作本当嫌いなんだよね。おお。おお、いいね。よっしゃ。これマンチでもいいの？いや、マンチだと次のホールのグリーンとかいっちゃう。それどころかマンチだとそれも超えると池いっちゃう。いいんじゃない？これ完璧？うん、超えればね。うめえな。左池だからね。あ、そうなの？うん。池だから池。知らない。知らない。知らぬが仏って言葉もある。結構超えんのきついんじゃない？俺のラインぐらいからドロー。うん、イメージ的には。290ぐらいでしょ、池は。うん。風フォローだし。俺が後ろいるしな。ああ、いいいい。あれ全然問題ない。完璧。まあ、ラフ行っちゃったかもしんないね。ナイス。はい、ナイス。はい、どうも。日本語。やべ、どう？どう？うまい？200人？あ、手に見えねえわ。7。あぶ、フライヤー。ちょっとフライヤー計算。ピンは山の上ですね。この木のスレスレぐらい。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いい。ライン的には。距離はわからん。7。今日初フェアウェイ。はぁ、やっとフェアウェイだ。同じ距離で7番やん。ちょいダフリ。巻いてるね。ちょっと巻いちゃった。巻いてるね。カイト飛んでる。ごちゃ。うん。一番ね、低い球だったけど。やばい。番手がない。何ヤード？180ヤード。180。7番？ 7 番です。7という名の6でいく？ 7 という名の6でいく。うおー、はい、おしゃれー。ちょっとでかいか。来ちゃったね。低いフェードで。あれ得意ね。そうね。あれよく打つね。ウェッジでもやるね。やるね。これをポイントは？ポイントはやっぱ体重右に、テイクバックで体重右に持ってかれないこと。左足がキープ、うん、左に乗せたまま、左乗せたままで、そのまま打つ、上からボンと、そう、上からボンと。缶はグリーン横15ヤード、ちょっと左足下がり。
カメラも、まあ、ちょっと止めるのは難しい位置でしたね。ふわっと、うまい、ナイス、ナイス。ショート3、3打目強いか。取ろうか。まずまず。てるきイーグルパット。入れちゃうよ。うん、入れてくれ。いや、これ入ったわ。入った？うん、根拠は？え？根拠は？見えた。見えた。見えたらしいよ。どっち切れんの？あ？俺が読んであげよっか。フック。じゃあてるきのために読んであげるよ。あーんとね。これはでもね、右が高く見えて実は高くないやつだね。まっすぐだわ。うん。登りまっすぐに。うん。まっすぐって言ったじゃん。こっち切れないよ。切れないよ、だからまっすぐだよ。こういった。いやいやいや、俺の目が正しいから。何これ、俺セルフィー？撮ろうか。ありがとう。はぁ、入ったわ。これ缶タイムゴルフじゃないの？缶タイム、うん、そうだね。タイムゴルフとかいらなくない？もう缶週一でよくない？もうさなんで切れないんだよ。全然違うじゃん。全然違うじゃないか。やっぱ清く正しい人間性が出ちゃう。清く正しすぎるよ、もう。ナイスパー。あー、サンキュー。バーディーパット？バーディーパット入ったな。切れないんだよね。全然切れない。バーディーパット。バーディーパット。入った。入ったよ。ナイス。いいね。リンゴルフ調子いいね。ずんでるよね。うん。あの今更なんだけど、彼名前何？リンゴルフ。リンゴルフ。オッケー。うん、なんか今日ちょっと茨城に苦戦してるところあるね、今ね。はい、テルキ。バーディーパット。これは来たな。いや、もうゾーンに入ってる、今。ゾーン。ゾーン。いや、ゾーンに入ってるわ。ナイス。ナイス。いいね。やったわ。今日いいや。今日いい。テレビ1万4000円。イエーイ。めちゃ嬉しい。カイトは8000円。1万2000円。1万2000円。4000円。0。0。うん、俺3つ取ってる。いや、さっきまではもうただのね、肩ならじにする。こっから本気出すから。はい。4。上げてるから。上げてる？スティンガー。うん。タイガースティンガー。あ、いいよ。いいね。おー、なんとか乗っとったな。んとか。まあでも翔太の実力からしたら、うん、あれはミスだな。だな。5番で。5番。奇遇だね。5番だ。おー、うまっ。5番ってあんな球低いなんて出てない。おー、ナイス。いいね。うまっ。うまくすぎ。5番ウッド。うまい。うまくない？あれ？いない。うまいね。右手前。あ、これか。ティーアップしないんだ。右からドロー。待って。え、缶何持ってんの？あ？見りゃわかんない。パターで。パースリーだよ。
やべえやべえ大オーバーだ。セーフ。あ、セーフ。あれどこだ。いや大オーバーだね。ここら辺だな。ああこういうこともあるな。バーディーチャンスだよね。あれそうだね、うん、全然あっからいけるわ。ま、なゴルフの、うん、ゴルフの心理をついてる気がする。そうな、はい、カンのボールはここですね。でピンがあれってもうない。8ピンあの辺だよね。うん、あの辺。ああ、オッケー、分かった、見えた。ああオッケー。あの杉の上から行くわ。うまくない？乗った。うめえ。しかも地形そうじゃダメだ。しっかり打った。しっかり打ってない。くそ。 OK OK。 周囲時間による周囲時間のためのグリーン、まあまあね、ってことはティーショットもあれ入れて3パットだね。そうだね、どっちみち入んないとだね。そうだよ。もうでも俺も帰っても3パットしたらバーディーかボギーかで。トパイってすげえしっかり自分いいタッチだった。トークだね。一丁前。ショートかけた。ガン。ガン。おお。ピンなかったら入ってた。なんかこれピン抜いて入れに来だして。ナイスパー。ナイス。これもバーディーかボギーだよね。そうだね。オーバーだけはするよ。うん、どっかで聞いたフレーズだ。ああ、キャリー。カミカミよ。キャリー。これかっこいいね。ね。ワンオン。ワンワンオン。おお、セブンドリーマーズ。宇宙からビッグキャリー。もう行く気するわ。え？これ全然行くよ。うん、行く気するわ。このロケーションで。行く気しかしないでしょ。うん、間違えた。ちょっとカットが強い。バンカー入ったか入ってないか。リンゴルフワンオン狙い。ワンオン狙い。おお、ナイスオン。おお、ナイスオン。いいね。重すぎる。ナイスオン。ナイスオン。150だ。それで、うん、おいよー、ナイスオン。ナイスオン。乗った？乗ったわ。ナイス。ありがとう。ガン君どこ狙ってんの？え？カップ。入ったわ。はい、右。俺あれマンブリ見たいんだけど、マンブリ。マンブリ見せてあげよっか。うん。ボールある。あっ！わあ！これはもう冷気で打つしかないね。本当だ。よくここに止まったな。冷気で打つしかないかん。77。はい、52で。え、うまくね？ナイス。もうね、狙ってたんだよ。うん、狙ってた。この辺のもう傾斜が来か分かんないけど、もうね、これ来たわ、このホール。余裕。ああ、余裕。うまくね。うまいよ。余裕じゃね、すえ。距離ぴったり30ヤードぐらい。うん、30ヤード。 30?40 じゃない。 40? うん、いいんじゃないの。あ、弱いか。飛べ、転がれ。あー、ちょっと上りだったな。まあ普通の人からすればうまいけど、ああ、
翔太の実力からするとこれはもう空振りに等しいな。空振っちゃったよ。ああ空振りだな。あだな。でも空振りながらもグリーン乗せてくるところはやっぱり翔太のねその技術力の高さというか、普通の人空振りだと前に行かないから。35ヤード60度もう柔らかい、いい感じだね、ソフトだね。このホール1万2000円ホールでしょ。もうこれ入ったわ。みんな頑張って俺止めてね。分かった。うん頑張るよみんな。うんじゃあ今日は今のところスキンズマッチいくら稼ぎましたか。ゼロ。まあ数字じゃないんだよね今はね。まあ結果的に俺はゼロだけれども、そこに至るまでのプロセスってのはもう100万円分ぐらいに相当する。大事ですよね。結果、ね、結果大事とか言っときながら。そう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 。まあ両方大事なんだよ。あのパターン難しいですかね。あのパターンはね、一般的には難しいけど、テルキはショータイムカップを2度制してる。その男のパッティングってのもちょっと今全然ラインが違うね。これ2度制した男のパッティングですか。あまあ猿も木から落ちるって言うじゃない。そうちゃんとオーバーしてんだよね。やっぱさ、オーバーしたら1回のチャンスと2回目のチャンスがあるじゃん。何を言ったの。バックスピンのこと。バックスピンしてるじゃん。なるほどね。やっぱ格言だよね。ショートだとゼロだ。あーオーバーしたら 1,2 じゃん。あそういうとこ。そういうところ漫画の読みすぎだね。これはゼロ。これゼロだね。はい、オッケー。はい、どうも。全然ちげえじゃねえか。カメラが間に合わなかった。ちょっと優しさが出ちゃったな。プロセスが大事だから。そう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 。随分切れんの。やっぱ届いてないよね。キャリー。これもうキャリーだもんね。キャリー。まあ一応。うん、ちょっと見ておこう。うん。二度制してる男を見ようよ。二度も制してる。うん。おお、やっぱ制してるな。やっぱ制してるだけあるわ。今回スポンサーをしていただきました3匹の菅田動物園様、2回目のスポンサーありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。